口下手な人の自己紹介この手があった社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です今日もよろしくお願いします社長の大学では経営のヒントをわかりやすく解説しています え今日は自己紹介の話なんですけどもどうもこう面と向かうと自己紹介が苦手でそして最近ではオンライン商談でモニター越して自己紹介ちょっとなんか厳しいななんと思っている人も多いんではないでしょうかえ実は私もですね自己紹介が得意か苦手かと言われると非常に自己紹介の時に緊張してしまいます。 えーまあ、そんなことで私と同じような人がね、えー、日本国人にはいっぱいいるんじゃないかなと思いまして、えー、今日は口下手な人のための自己紹介、まあ、こういう方法をがありますよというのを紹介したいと思います。えー、先日、まあ、あるですね えここ急成長した年商70億円ぐらいのうーんまあマーケティング関係の会社があるんですがえそこのですねまあ教材って言いますか月々3000円ぐらいのですね要はサブスクですねえサブスクに申し込んだわけですそして年払いをしましたまあそうしたところですねえ申し込んでしばらく経ったら担当のご挨拶ということでホニャラらさんという方からメールが来たんですねうん ちょっとですねそのメールを読んでみますけども「ほにゃららのご購入ありがとうございます」担当になりましたのでご連絡させていただきました「今後○○をご覧いただいて分からないことや実践される際に使い方が分からないなどございましたら個別にお答えいたしますのでよろしくお願いいたします」と。 ご購入いただくだけでなく実践していただいて成果を出していただきたいと思っておりますので何かありましたらご連絡いただければ幸いです。えー、ほにゃららは今までに大ヒットした広告をどんな業種でも真似できるように解説しているサービスです。売れた広告成功事例を自分でで見つけるのはかなり難しいことですが ほにゃららという会員制のサービスはそんな面倒くさい作業をあなたの代わりに専門家チームがすべて終わらせて成功事例だけを毎月シェアしてくれるサービスですと、まあ、こんな感じで淡々とこう続いてはいくんですね。そして最後はですね PS 恐縮ですが私の軽い自己紹介を書いた PDF を添付させていただきましたのでご覧いただければ幸いですぜひご活用いただきたいと思っておりますのでご不明点があった際はぜひご返信いただければと思いますというね結構丁寧で長文のこうメールなんですねそしてその PDF なんですが問題はね、えー、これ担当の方女性の、ね、方で結構若いですね30未満だと思いますけども しっかりと p d f ミッド A4 サイズの横版ですねそして顔写真もしっかり書いてるんですで出身地血液型で部活とかねあと留学この方アメリカ留学したみたいででバイト就職兄弟そして子どもの時のなんか写真とかもね3点ぐらい載ってるんですねはいまあそんな感じでそれでえっとすごい面白い経歴で学生時代この会社でアルバイトをしめて しししててで辞めてめ他の会社に就職したらしいんですねでその就職先でいろいろとお客さんと話をして、まあ、営業担当だったらしいんですけど話をしてたらそういえばかつて勤めていたあ勤めてるアルバイトをしていたあの会社の商品を、えー、もう使っていただけばもっとこの会社が良くなるんではないかなっていうまたこの会社にアルバイトした会社に戻ってきたって面白い経歴の方なんですけども、まあ、そんなストーリーも書いてありますね。で私が要は えー、このの会社にに勤めてているる理由っていうのが明確に書いてあるん例えばこんなね PDF なんですわじゃあものすごいデザイン能力が高いかというとそういうわけではないのでごくごくこのワードで作るような感じのもので送られてきていました、えー、もしねだから口下手であるんだったら例えば明日商談ですよね明日商談があるんであれば前日でも前々日でもこうまずはメールを出すでメールで、えー、明日よろしくお願いしますみたいなね、えー、明日 あのお時間もないでしょうからメールでまずは自己紹介させていただきますでもいいと思いますしで今回のように PDF をね添付しておくので是非自販があったら事前にご覧いただけると幸いですみたいなね一文をね添えておいてやれば口下手なですね 人たちも当日当然商談ですからね緊張しますねなかなかね、えー、考えていたことが出てこないってこともあるでしょうまあ、そんなことも回避できるんじゃないかなと思っております今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした今日の話が役に立ったという方は高評価そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします